こんにちは。なんかすごい純喫茶みたいなお部屋ですね、今日は。どうしてなの？何が行われているんです？あ、なんか後ろいい曲が流れてるな。聞こえてるんかな？まんじゅの未来の向かってどこまでもかけ和菓子フェア、あ、そうだ、和菓子なんかポイント貯めたら和菓子がいただけるんですってねそういうのやったことないな、そういうイベント的なの。よくね、結構お知らせがね、あのメンバーに送られてくるんですよ。もうすぐこういう和菓子のキャンペーンとか、お肉がなんか何十万ポイントでお肉がもらえますみたいなとか、よくね、連絡は来てて、美味しそうだなと思いながら気づいたらね、こう時間が、そのイベント期間が過ぎてたりするんですけど、そのさ、ポイントがなんかさ、意外となんか遥か先だったりするんよね。和菓子が一番好き、あんこが一番好き、本当に。もうなんか洋菓子も全然食べるんやけど、やっぱなんか私ね、こう疲れてる時に甘いものを食べたくなるんですよ。でもなんかしんどい時にケーキとかクッキーとか食べちゃうと、なんか余計に疲れる、体調が悪くない、体調が悪くないというか体が疲れちゃうなと思うから、できるだけなんか小麦とか砂糖が少ないものを選ぶようにしようと思ったら、もうぜんざいとかおはぎとかきな粉とか、そう、なんかね、もう本当に胃がなんか食べるんやけど、あったら食べちゃうんよ。でもね、小麦がもうお腹に向いてない。でも最近和菓子もお高いですからね。この間ね、たい焼き屋さんの前を通りかかったら、普通にたい焼き1個300円で、そんなしたっけと思って、なんか私の予想イメージではたい焼きってなんか1個150円ぐらいだったような気がしたんですけど、もともといくらやったんやろ。普通のそのチェーン店のたい焼き、私中学生の時とか、なんか学校帰りにたい焼きとか買ってたような気するんやけど、たい焼き300円かと思って。でももしかしたらあれかも、難波とかの、難波にあるから、その土地代みたいなのもあるのかもしれない。100何ぼとかのイメージよね。あ、たい焼きのギフトたい焼きセンキュー私いいダンス、ね、和菓子が一番美味しいよ、本当に。もう和菓子だけで生きていきたい。おはぎが好きです、最近は。おはぎ、マイブーム。あ、またなんかいい曲が流れてきたぞ。早く選んで君に
なんかこれで聞き慣れちゃったな。カポン白組ですよ。 NMB48 サマーライブ2024、8月のお盆にライブがありますので遊びにおいでらっしゃいませ。お盆ってさ、みんな実家帰ったりしてるのかな。あんまりなんかそのもう NMB に入ってからそういうのがないから、お盆休みっていうものがどう過ごしてたか、あんまりそもそもお盆休みに旅行行ったりとかをしてた気がする。家族であんま実家に帰るみたいなのがそんなによく分からんけど、お墓参りとかしてんの。なんかね、お盆に海に行ったらあかんみたいな言うやん。お盆にめっちゃ海行ってた気がする。人少ないからね。どうやろ、お盆って何して過ごしてたんやろ。夏休みって何してたんやろ。なんか基本家におったかもしれん。なんか家でゲームして、家でゲームするか、なんかテレビ見てて。でもなんかお盆の海に行ったらいけないみたいなのってクラゲが多いから時期的にっていうことなんよね確か。なんかそういう言い伝えとなんか科学的なあれが結びついてるものって面白いなって思う。なんかね、なんだっけ、そういう系で言うと、女は酒蔵、お酒を作る仕事にも酒蔵に入っちゃいけないみたいな、昔ね。それはなんかまあ一見すると男尊女卑みたいな感じがあるんだけど、酒蔵だっけ、なんか醤油とか酒蔵か、でも男尊女卑っていうか女が来たらもう悪くなるみたいなあれじゃなくて、なんかその昔の女性ってどの家庭でもお漬物をつけてて、ぬか漬けとかぬか仕事をして、その菌が入るとダメになるから酒蔵に入っちゃいけないみたいなことだったんだけど、当時はそんなこと分かんないから、その科学的なこととかね、なんかでもそういう風に言われてたっていう、ちょっと真偽はあれですけど、そういうのがあったりするらしくて、あーなんか昔の人面白いなって思って。そうでも、うん、でもそれでそのルートで言っても、あの女人禁制みたいな山はあんまり分からんけど、そう、秋なすび嫁に食わすのあれかな、体が冷えるからみたいな。本当になんか面白い昔のあれって。結構だからさ、その立ち入り禁止とされてる場所とかも霊が出るからとかじゃなくて、なんやろ、本当に理由があってとか、例えばなんかガスが出る場所だったりとかね、したりしたり面白いなって。昔の人は面白いことを、まあ当時はそんな面白いとか切実な話だったんだけどなんかね、勉強したいんよね。なんか歴史の勉強とかいっぱいなんか勉強したいなと思うことはあるけど、したいなって思ってる時が一番楽しいからね。
私一番勉強したいのがなんか、神話とか、例えば、ギリシャ神話とか日本の古事記とか、そういうのを勉強するとさ、なんか作品映画とか物語とかもそれを元にされてるものとか、日本書紀とかね、いっぱいあるやんか。そういうのを知りたいなって思うんやけど、まだ、まあ今はいいかと思っていつかね、そういうのを分かるといいなって思って。例えば最近で言うとさ、ジブリのなんだ、君たちはどう生きるか見ました？皆さん見た？見た、面白かったんですけど、結構あれもそういう神話的なものをめちゃくちゃ散りばめてたり、モチーフにしてる部分本当にたくさんあったみたいで、でも自分ではさ、なかなか気づかないから、後から考察とか見て、あ、そういうことかって思ったり、なんか別その考察が正しいわけじゃないけど、なんかね、もののけ姫とかもいいよ。私はもののけ姫が一番好きです。ジブリで言うとね、なんか最近っていうか結構前だけど、ナウシカ、風の谷のナウシカってね、映画はまあまああるじゃないですか。見たことあります？私も結構ナウシカも好きで見るんですけど、その漫画版があるの、ナウシカの。徳間書店から出てるんですけど早口語りね。でも漫画版のナウシカと映画版のナウシカって全然話が違うっていうのはまあ割と言われてて、でも読んだことなかったからコミック版を全巻買って読んでみたんですけど、本当にもう思ってる以上に話が違くって、そう、なんかこんな、こんなに違うんやって。ナウシカのなんだろう、本当になんかもう伝えたいメッセージ性も結構、なんか、まあ、最終的な結論的な部分もうなんか違ったりして、巨神兵ってナウシカに出てくるじゃない、あれの立ち位置が違いすぎて本当にびっくりした。なんか面白かった。漫画版の方が好きかも。そう、本当に普通に宮崎駿さんが書いてはるのかな。やっぱ絵もさ、なんか書き込みもすごいし、なんか国同士のいざこざみたいなのがもっと複雑だし、なんか見たことないキャラクターもいっぱいいるの。だからめっちゃ面白かった。あれはいつかナウシカ好きに勧めたい。いろんなナウシカ好きに。ナウシカ好きはきっと読んどる人も多いかもしれんけど、なんかね、結構でもジブリって原作がの小説があって物語になってるものとかも多かったりするから、そういう原作もちょくちょく読みたいなって。こんにちは。面白かった。なんかね、私の家にそのね、ナウシカのコミック版があるんですけど、コミック版って徳間書店さんから出てんの。で、私の写真集も、愛される予感の写真集も徳間書店さんから出版させてもらったから、ナウシカの横にこう写真集置いてる。そしたらね、このタイトルの下の部分にある徳間書店がナウシカと、あの阿部茜の愛される予感と同じなんですどうでもいいことなんですけど、ナウシカの仲間かと思ってそう、同じところから出版されてるっていうのがなんか不思議だなって思います。ナウシカ初版持ってる、えぐい。それはすごい。初版で言うとなんか全然関係ないんですけど、ドラえもんの第一巻とか、もう何版なんやろうね、何百回と重版されてるのか。
ナウシカ、ナウシカ好きです。なんかコミック版読んでナウシカ好きになった。ナウシカ好きな外国人が作った実写版 YouTube 見た。私も見たかも。なんかロシアの方かとかが言ってたやつかな。すごかった。でももののけ姫が一番好き。絵本のね、ジブリの絵本バージョンみたいな子供向けの、まあ結構分厚いこんぐらいのやつがあるんですけど、私小学校幼稚園の時にその絵本のジブリをずっと読んでて、千と千尋が一番人気だったんですけど、私はもう幼稚園の頃からもののけ姫が一番好きって言ってて、なんかずっと浮いてました。もののけ姫怖いみたいな、ちびっ子はなんか泣いたりするから、それをなんか子供ながらになんかガキやなと思って私はもうなんかマセガキやったんで、本当に今でもまあ大してその辺りは変わってないのかもしれないんですけど、本当に幼稚園の時が一番ませてましたね。今となったらもう恥ずかしいんですけど、その感じがそんな幼稚園時代でした。幼稚園時代のお話はまた今度。それではランキング読ませていただきますね。なんかいろいろね、たい焼きを途中投げてくださったりもありがとうございます。薄いケテルトさん、トミータスさん、コンソメさん、 UFO、 インドネシア、マコピーさん、チャリオさん、オンダさん、コウさん、ユージロウさん、坂本家のカイトさん、シリフジフリおじちゃん、マサヒさん、ジョセフさん、ありがとうございました。もう楽屋も騒がしくなってきました。今日この後チーム B2 僕の青春公演18時30分から開演です。お、今日見に来られる方もお待ちしてます。またね。 DMM で生配信もありますので、ぜひぜひご覧ください。それではありがとうございました。